大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。今回は初代弾劾爆弾デスマッチ王者決定トーナメント準決勝ですね。準決勝第2試合を行いたいと思います。対戦カードは、本田多門対グラジエーターのはずですね。さあ、1回戦じゃないですね。準決勝第1試合では、ジアイスマンが KO によりマークルーンを下しております。ですので、この第2試合準決勝第2試合の方で勝ち上がった方が決勝を戦うというジアイスマンとの決勝を戦うというですね。そうですね、本田多門がやっぱりちょっと強いかなと思います。戦前の予想ではマークルーンと本田多門が、スリーパーホールドと、回転五輪固めでしたっけね、あの締め技肩固めとスリーパーホールドの、締め技対決が見れるかなと思ってたんですが、マークルーンが敗れたことにより、その対決は実現することは、このトーナメントではなくなったということですね。さあ第2試合、3試合のダメージが、ここまでのね、ありますが、比較的早く試合が決まるだろうとは思いますので、なかなか目が離せなくなります。ただまあ1回戦じゃない、第1試合なんかを見てると意外と、粘ったりもしてたので、さあどうなるか。マークルーインじゃないですね、グラジエーターとしては、もう相手を担ぎ上げて投げるという戦法に行きたい。対する赤いコスチュームの本田多門については、投げ技もあるし、締め技ですね、こういった関節技もありますので、それでグラジエーターを攻めていきたいというところでしょう。まあやっぱり注目は今出ましたね、言ってるところですね、スタンディングの肩固めで出てました。これの回転式の、肩固めもあるんですけども、あれはやっぱりビジュアルがやっぱりかっこいいですね。さあ本田多門、そういえば、この1回前の3回戦でかなり好勝負を繰り広げたような気がしたのですが、記憶違いだったでしょうか。さあネックハンギングボムですね。さあカウントが 2.9 まで来ました。グラジエーター一気にピンチになった感じですね。大技を先に決めたのが本田多門というところでしょう。さあグラジエーターどうするか。さあタックルに入ったのは本田多門、そしていいですね、寝た状態での肩固めですね。徹底的に相手のスタミナをこれで奪っていきます。今レフェリーのチェックも3回丸々入りましたね。これはかなり苦しいでしょう。さあ逆にグラジエーターはキャメルクラッチでいきますが、これは本田が耐えました。さあ技をかけようとしたグラジに対して返し技で返す。さあそこからこれ何でしたっけね、バインディングクラッチかなんかでしたかね、変則の STF みたいな形ですが、いいですね。本田多門はもうあとは締め技でどんどん行くという感じでしょうか。ヘッドバットが入った。しかしグラジもまだ意地を見せる。キックでかわしていく。試合時間は5分30秒を超えました。さあグラジが持ち上げて、さあこの辺はグラジの本領発揮でしょう。アッサムボムでしたっけね。さあカウントが入るが2、2ということは本田多門まだダメージはそれほど高くないのかもしれません。ただミスター高橋カウントは早いので意外とあっさり決まるかもしれません。さあ投げっぱなしのジャーマンが決まりました。さあカウントが入る。グラジ押さえつけて、あと 2.9 まで来ました。本田多門一気にこれはダメージを食らったということでしょ。そしてここで本田多門有利と思われたところでグラジエーターが外に投げ捨てて被弾しました。しかも流血です。さあ本田多門一気にこれで苦しくなったでしょう。しかし本田多門慌てずに相手の足と首を攻めていきます。さあグラジエーター苦しいがギブアップはまだしない。ここまで来たらギブアップはできないでしょう。さあグラジエーターがどうする。立たせていつものを持ち上げると思って全然持ち上げないポーズを決めてから、さあ後ろからバックドロップ。さあ本田多門返せるか。組んだところで、いや技を出したのはグラジエーター。さあ本田多門苦しくなってきた。虫の息か。バックを取られる。さあどうする。本田多門取り返して、おっとダルマ式ジャーマンカウントが入る。あー決まりました。素晴らしい。いやー一時期はもうどうなるかと思いましたが、本田多門がグラジエーターを、最後何とも言えない、いいですね、
追いつかれるかと思ったところを振り切ったという感じでしょうか。試合時間8分15秒でダルマ式ジャーマンスープレックス、本田多門がザ・グラジエーターを下しました。いやなかなかゴツゴツとした。そして本田多門は、被弾、弾劾爆弾を食らったにもかかわらず、ザ・グラジエーターを振り切ったという感じでしょうかね。さあこれで、決勝のメンツが決まりました。ジ・アイスマン対本田多門、ネームバリューで言えば本田多門の方が完全にありますが、ここまでトーナメントを、見ていただいている方は多分気づいてると思うんですけど、ジ・アイスマンのあの必殺技の、異様な決まり具合っていうのがあるんですね。さあデスマッチということで決勝はどうなるでしょうか。大変楽しみですが、一旦ここでお別れしまして、決勝の方でまたお会いしたいと思います。ではまた。